皆さん、こんにちは。イービルメタルチャンネルへようこそ。今回の動画は、前回の続きといたしまして、新たなドラマーとしてポール・ボスタフが加入し、デイブ・ロンバートが復帰するまでのスタジオアルバムをざっくり解説していきたいと思います。ざっくり解説とか言いながら、結構語ってしまっているのと、内容的に、バンドの歴史紹介動画的にもなってしまっているので、それなら、スレイヤーの歴史動画を作ればよかったな、と今更ながら思ってしまいました。このチャンネルでは、ロックとメタルを中心に、皆さんが楽しんでいただけるような情報をお届けしています。メンバーシップと X も解説していますので、応援していただける方は、ぜひ、加入とフォローお願いします。それでは、メタルの歴史を振り返っていきましょう。1992年、オリジナルメンバーであるデイブ・ロンバートが脱退したことにより、鉄壁夫人の最強メンバーが崩壊。後任として、ホビドゥンで活躍していたドラマー、ポール・ボスタフが加入します。90年代初頭といえば、グランジやオルタナ、パンテラを筆頭に、多くのスラッシュメタルバンドがグルーブメタル化、ヘビネスさを強調した作品を作るようになっていきます。ビッグ4のメタリカでさえも、ブラックアルバムの大成功によりシフトチェンジをし、グルーブ化していくくらいです。しかし、そんな中、メタリカとほぼ同時期に活動を始めたスレイヤーはというと、そんな風潮に中指を立て、スレイヤー節全開のシックスアルバム、ディヴァイン・インターベンションをリリースします。デイブ・ロンバートが脱退したことが原因なのかどうかわかりませんが、ジャケット写真には、スレイヤーのイメージカラーでもある赤色が使われていない、モノトーンを基調とした色合いで、これまでのスレイヤーの作品とは毛色が違うということを示しています。これは、前作から言えることなのですが、スレイヤーはオルタナティブ化していない、というと、全くそんなことはなく、ただ、他のスラッシュメタルバンドと違うところは、根本にはしっかりと、スラッシュメタルサウンドがベースとなっていて、スレイヤーという地獄の音楽に変わりはないということです。バンドの武器である、叙情性を捨てグルーブ化していったメタリカに対し、本作においてのスレイヤーは、自らの武器をそのままに、時代の流れを汲み取った、若干のオルタナティブ化、ハードコア要素を取り入れた、といった印象です。あまり語ると長くなってしまうので、簡潔にまとめると、これまでの作風とは、少し印象が変わりますが、スレイヤーであることは間違いない。そして、新たな可能性を見出した作品だということです。それと、ポール・ボスタフのテクニカルな強烈ドラミングは最高です。楽器に無知な私でも、デイブ・ロンバートと、ポール・ボスタフのドラミングの違いは歴然です。また、タイトル曲である、ディヴァイン・インターベンションは、スレイヤーで、初めて、メンバー全員が作詞に関わっており、これからは、このメンバーで、新たなスレイヤーを築き上げていくぞ、という熱い気持ちが感じ取れます。しかし、1996年、新たなスレイヤーとして活動していくと思われていた矢先、新ドラマーとして加入したポール・ボスタフが脱退してしまいます。後任として、元テスタメントのジョン・レッティが加入するのですが、すぐにポール・ボスタフが復帰する形となります。そのような謎のメンバーチェンジがありながらも、1998年、セブンスアルバム、悪魔のレクイエムがリリースされます。本作は、バンド初のダウンチューニング、トム・アラヤのボーカルにエフェクトをかける、ニューメタルバンドにありがちな、つぶやくような語りなどを取り入れるなど、これまで以上に挑戦的な作品となっています。いつものスレイヤー節は変わらないのですが、巷では、スレイヤーもついにニューメタル化した、グルーブ化した、と騒がれ、音楽評論家からは、かなりの批評を食らったそうです。これについて思うのは、スラッシュメタルバンドだけではなく、バンドの武器や、ファンが思うバンドの魅力を捨てて、時代の流れに合わせた、ニューメタル化やグルーブ化をするから、ニューメタル化、グルーブ化といった言葉が、いかにも悪のように囚われているように感じます。その例がディオですよね。ディオは、モダン化の失敗例だと、個人的に思います。ですが、スレイヤーは違います。スレイヤーの地獄の音楽と、
重くてグルーヴ感満載のサウンド、ディストーションと呼ばれる歪みやねじれを取り込んだトム・アラヤの歌声は、さらにニューメタルの世界観を引き立て、挑戦的であると同時にかなり作り込まれている戦略的なアルバムだなと感じます。要するにスレイヤーがニューメタル化、グルーヴ化するのは自然な流れであって、スレイヤーの音楽性だったら90年代に入れば当然このような作品が生まれるよねといった感じです。とはいえ、これまでの作品の中で最も実験的なアルバムであることは間違いないですし、スレイヤー史上最も異色なアルバムだと言えます。ちなみに前作はケリー・キングを中心に楽曲が制作されていたのに対し、本作では11曲中10曲がジェフ・ハンネマンによる楽曲となっています。ジャケット写真からして異様な空気を感じる冷たくも邪悪なアルバムで、ニューメタルとグルーヴとスレイヤーの相性は抜群なんだと実感させてくれる聴き応えのあるアルバムに仕上がっています。賛否両論はあったものの、モダン化することに成功したスレイヤーは2000年代へと突入し、新たなプロデューサーマット・ハイドを迎えレコーディングへと向かいます。長年スレイヤーのプロデューサーを務めていたリック・ルービンがなぜ降ろされたのかというと、当時リック・ルービンは他の仕事でも忙しく激務だったため、スレイヤーのプロデューサーを務める時間がなかった。もう一つの理由はケリー・キング曰くマンネリ化を感じていた。ヘビメタルシーンをより理解し、より熱くテクニカルに同じ方向を向いているプロデューサーが必要だったと話しています。その結果、リック・ルービンの招待でマット・ハイドが紹介され、相性を確かめるべく自作に収録されているブラッドラインを試しにレコーディングしたところ、その出来に満足し、メンバーは彼をニューアルバムのパートナーとして迎え入れます。そして2001年新たなプロデューサーを迎え、レイリン・ブラッド以来の意気込みが感じられるエイスアルバム What Hates Us All をリリース。アルバム名の意味は、神は我々を忌み嫌う、神はスレイヤーを憎らし嫌うということです。余談ではありますが、神がスレイヤーを嫌いなのであれば、もちろんスレイヤーも神を嫌います。実際ケリー・キングは無神論者で、宗教に対して自らの力で克服達成することのできない弱い人間のための松葉杖だ、世界的に公式に認められた洗脳行為だと話しています。またケリー・キングは野菜を一切食べることができず、ハンバーガーの中に入っている玉ねぎすらも取り除くくらいだそうです。いや、それくらいは食えよとは思いますが、野菜を食べろと言うならポテトを食べるよ、あれだって野菜だろとインタビューで話すくらいなので、相当野菜が嫌いなんでしょう。ケリーの食生活は肉と酒といった何ともスラッシュメタルバンドらしい変色です。アルバムタイトル名とジャケット写真からして、ヤバいオーラを漂わせる本作は、死や戦争、殺人、宗教、または神をけなすことをテーマにした歌詞が多く、ケリー・キング曰く、ヘビメタルの歌詞に、ありがちな悪魔がどうこうとか、迷宮やドラゴンがどうこうとかではなく、より現実的なことを深く追求したかった。このアルバムは、単純な反キリスト主義とかではなく、現実的なことを表現したかった。と話しています。10曲目に収録されているディビアンスは、殺人に快楽を感じてしまう人々についてがテーマとなっており、この楽曲はスレイヤー初のグラミー賞にノミネートされています。レイリン・ブラッドまでとは言わないものの、初期の頃のような攻めの姿勢を見せた本作は、スレイヤーの残虐な血の匂いがプンプンと漂うアルバム全体を通して殺気に満ちたアルバムとなっています。自分たちの信念を貫き通しながらも、新たな姿勢を見せつけ、スラッシュメタルの帝王として君臨した彼らだったのですが、新たなスレイヤーとしての発展と向上に大きく貢献したポール・ボスタフが脱退してしまいます。そしてポール・ボスタフの後任として、なんとオリジナルメンバーであるデイブ・ロンバートが戻ってくるのです。スレイヤーの音楽をゼロから作り上げたオリジナルメンバーこそが至高というファンはかなり多いと思うので、当時のスレイヤーファンはガッツポーズだったことでしょう。
メガデスのデイブ・ムステインも、デイブ・ロンバートのいないスレイヤーは、スープが入っていない、スープみたいなものだ、と話していることから、いかに、デイブ・ロンバートが偉大なドラマーだということがわかります。デイブ・ロンバートと、ポール・ボスタフキの論争についても話したいのですが、そちらに関しては、スレイヤーの歴史動画の時に紹介したいと思います。次回の動画では、エクストリームドラミングというスタイルをこの世に生み出した、デイブ・ロンバート復帰後のスレイヤーのアルバムと、スレイヤー解散までのアルバムを解説したいと思います。それでは、皆さん、良いメタルライフを。